スカイウエスト航空は、スカイウエスト社が所有し、アメリカが衆国ゆた終戦と常時に、本拠地を置く北アメリカの航空会社である。資金的な面や、エアラインズ法アメリカが定義するところでは、スカイウエストは北アメリカの主要航空会社である。しかしながら、運航は、リージョナル航空会社としての規模に止まっており、リージョナルエアラインアソシエーションの一員でもある。 就航地は182都市、アメリカ合衆国の41州とワシントン DC、カナダの6州、メキシコの9都市とバハマである。様々な主要キャリアとの契約に基づいてローカル線を運行する航空会社としてサービスを提供している。アラスカ航空とのパートナーシップではスカイウエスト航空として運行するほか、ユナイテッド航空とはユナイテッドエクスプレス、 デルタ航空とは、デルタ、コネクション、アメリカン航空とは、アメリカンイーグルのブランドを用いている。2014年2月時点で、スカイウエストは北アメリカ全域にわたって1万569人を雇用している。この航空会社は平均して1日2784便の出発便を運航し、うち1042便は、ユナイテッドエクスプレスとして、504便は、デルタコネクションとして、 九十便は US Airways e x p r e s として百十二便はアメリカンイーグルとして三十六便はアラスカ航空として運航している。スカイウエストは二千十三年には合計で二千七百万人の乗客を輸送している。スカイウエスト社の現在の会長及び CEO はジェリー・アドキンであり、ラッセル・チップ・チャイルズが社長、スカイウエスト航空の最高執行責任者は マイケル・トンプソンとなっている。ユタ州セント・ジョージにあるスカイウェイスト航空の本社基存の航空会社の限られた路線網に不満を持っていたユタ州セント・ジョージの弁護士、ラルフ・アトキンが1972年に陸士航空を買収し、ソルトレークシティへのシャトル便を開設したのが始まりである。設立当初の南極を乗り切り、アメリカ合衆国西部に路線網を拡大した。 1984年、カリフォルニア州パームスプリングスのサンアイレラインを買収したことで、リージョナル航空会社として11位の規模となった。1985年、ソルトレークシティをハブ空港とする、ウエスタイ航空のローカル線を担う、ウエスタンエクスプレスとのコードシェアを開始した。1986年には、ナスダックで株式公開を行った。1995年、 コンチネンタル航空のロサンゼルス便の運航を開始。スカイウエスト航空が2年後にユナイテッド航空便の運航に着手するまで継続された。スカイウエスト航空によるユナイテッドエクスプレス便はサンフランシスコ国際空港、ロサンゼルス国際空港、デンバー国際空港発のもので1990年代末には最大の運航となった。 コンチネンタル航空との提携は2003年にジョージブッシュ・インターコンチネンタル空港便で再開したが2005年6月には終了した。2005年8月15日、デルタ航空がアトランティック・サウス・イースト航空を4億2500万ドルでホールディングカンパニーであるスカイウエストに売却することを発表した。買収は2005年9月8日に完了した2010年8月4日。 スカイウエスト社がエクスプレスジェット航空を買収し、先に買収したアトランティックサウスイースト航空と合併する総額1億3300万ドルに達する計画を発表した。この計画は最大の旅客業務を提供していたユナイテッド航空、コンチネンタル航空の両者との緊密な連携により進展し、2010年9月13日に 連邦取引委員会によって承認された。2011年2月、アラスカ航空によって5月14日より、ホライゾン航空に代わって、スカイウェスト航空が西海岸線を運航することを発表した。これは、シアトルとポートランドより、カリフォルニア州のフレズのバーバンク、サンタバーバラ、オンタリオの各都市を結ぶ路線であった。なお、アラスカ航空は当時同様の合意を、 アラスカ便でペニンシュラ航空とアラスカハワイを除く48周便でホライゾン航空と行っている。2011年6月、エアトラン航空は9月6日よりスカイウエストとコードシェアを世界規模で行うと同時にパートナーシップ契約を行うことを発表した。その2ヶ月後、スカイウエストは2012年中頃までに U.S. Airways とのコードシェアを行うことで合意したことを発表 CRJ200 によって U.S. Airways のハブであるフェニックスから運航させることになった2012年7月に三菱航空規制の日本産ジェット旅客機三菱スプスジェットを100機発注した2012年9月アメリカン航空より11月15日から同社のハブであるロサンゼルスからの便を12機の CRJ200 での運行を受け負った。スカイウエストは北アメリカ全域の180都市に就航しており、それには、デンバー国際空港、ソルトレークシティ国際空港、サンフランシスコ国際空港、ロサンゼルス国際空港、空港シカゴオヘア国際空港、シアトルタコマ国際空港及び、ポートランド国際空港が含まれている。他のアメリカのリージョナル航空会社と、 同様、スコープクローズが適用されており、保有する機材は50隻以下、70隻以下、76隻以下の3種に分けられる。2018年7月時点で、スカイウエストの保有機材は以下の航空機で構成されている。2012年6月、スカイウエスト社は100機の MRJ90 を、参加のスカイウエスト航空とエクスプレスジェット航空用に発注した。 2017年に就航を開始する予定であった。2012年12月、100機導入の本契約に、加え、100機分のオプション契約を締結した。スペースジェット M90 の開発が遅延したため、オプションの100機は2021年以降の取得となる。2013年5月21日、スカイウエスト社は、エンブライルと100機に、追加の100機までのオプションをつけて、 E175 の購入で合意した。デリバリーは2014年4月に予定された。最初の40機はスカイウェイスト航空により運航され、12年契約でユナイテッド航空の下で2クラス76席のコンフィギュレーションで運航されることになった。2013年6月17日、オプションを含め200機の E175E に購入に合意した。スカイウェイスト航空が エンブライル E2 シリーズのローンチカスタマーとなり、2020年の納入が予定されている。スカイウェスト航空が原因と指摘されたり、誤りがあったと考えられる。死亡事故は発生していないが、インシデントには下記のものが含まれる。ありがとうございます。